山形県酒田市のバイク屋鈴木モーターズです。いよいよですね、山形県酒田も12月になってですね、めっちゃ寒いですね。まあ、朝晩は本当に超冷え込むし、もう店内もですね、窓を全部閉めてストーブを今ガンガンつけているという状態でございます。なかなかですね、普段意識しているのがバイク屋ってやっぱりこう入りづらいっていうイメージあるじゃないですか。特にこういつも来ていただいたお客様だったらいいんですけども、初めてちょっとバイク屋さん行ってみようかなっていう時ってなんかこう怖いイメージっていうか、こう入りづらいっていう感じあるじゃないですか。なんか買わなきゃいけないのかなみたいな感じあるので、そのですね、入りづらさをちょっとでも軽くするために、なるべくいつもドアを全開にして入りやすいイメージを持たせてるんですけども、さすがにですね、もうこの時期になってくると閉めざるを得ないですよね。で、酒田はやっぱりこう日本海側に面しているので風がものすごく強いですね。なので上りも今日はですね、部分ちょっと出せないところもあるんですけども、まあ、本当にちょうどいよいよ冬だなというところで、まあ、最近はですね、本当に仕入れの車両がですね、どんどん入ってきてて、昨日入荷したのもトライアンプのタイガー800の XRX っていうですね、こうオンロード志向のアドベンチャークラスのですね、極上の中古車がですね入ってきて、あとはお客様からのご注文、まあ、探してほしいっていう車両でセロ250の FI とジェベルの XC がですね入荷をしておりまして、それらもですね今日あと仕上げて、でトライアンプとかも仕上げた後綺麗にしてピカピカにしてですね、写真を撮って動画を撮ってというふうにやっていきたいですけども、なかなかですねちょっと天気と相談しながらっていう感じになるので、一瞬の晴れ間を見つけてですね、でも撮影とかもしていきたいなと思っているので、なかなかやっぱりですね、うちは細長い狭い店舗なので、なかなか店舗の中で全部やるということができなくて、でまあそういう感じでですね、ちょっと時期的にも外にまたバイクを置けない時期になってきたので考えていきたいなと思っているんですけども、今はですね、はい、まあこちらの R10K6 のグレーもですね、早速 YouTube にアップさせていただいてから数件問い合わせが来ていてですね、今いろいろやり取りさせていただいたりしてるんですけども、こちらの車両の R10 の K8 はですね、だいぶ仕上げが終わったんですけども、まあ、実はですね、このバイクだけで動画をずっと撮ってたんですね、今までも。まだアップはしてないんですけども、この R1000 の K8 の紹介動画の時に、こうコマでですね、いろいろ今までのストーリーをアップしていくというふうな感じで今撮ってるんですけども、まあ、そこの中ではもう話をしてたんですけども、リアホイールがですね、黒い、かっこいいホイールなんですけども、ちょっと真ん中の部分に若干腐食とかがですね、浮いてたので、いやなんかせっかくここまで車両が超ピカピカで綺麗なのに、そこがもったいないなって思っていて、なのでホイールを外してですね、いつも板金塗装でお願いしている超プロ中のプロですね、ロッカーズ松浦さんにリアホイールを持ち込みを今していて、でかっこよくピカピカですね、もう新品以上の輝きを放つような感じで今やり直しをしてもらっているところなので、それが到着したら前後タイヤを新品はめてですね、撮影をしてアップしていきたいなと思っております。なのでこれのですね、いろんなこの仕上がるまでのストーリーも今コマ撮りを撮ってるので、ぜひ、ね、完成した動画を楽しみにしていただければなと思っております。まあ、そんな感じですね、今車検ご契約いただくお客様のご納車整備とか車検とか、今あと冬のお預かりとかもですねたくさん入ってきているの で冬のお預かりと一緒に整備もご依頼いただいたりするので、そこをですねチーム全員でみんなでこう協力し合いながらいろいろ頑張っていきたいなと思っております。まあ、そんな感じでですね、今日も実はですね東根市からですね、こちらのハヤブサシルバーのハヤブサをですね見に来ていただけるというお客様がいらっしゃいますので、みんなですね喜んでいただけるように対応していきたいなと思っております。まあそんな感じですね、久々にこの車両紹介以外の動画を撮ってみたんですけども、まあ、そんな感じですね、今日も一日頑張っていきたいなと思っております。あとせっかくなんで、もうクリスマス近いので店内ですね、いろいろ今クリスマスの飾り付けをしております。ライトとかにですねリボンがついていたりとか、あとはですねこんな感じで、サンタさんの夫婦がいたり、これ実はですねコカ・コーラの瓶なんですけども、はい、こんな感じで、あと時計とかもですね至る所でこうクリスマスがあるので、もうここにもサンタさんがいるんで、実は店内にですねサンタさんが5人くらいいるんでっていうね、見つけてもらえることで、一番今凝ってるのがこのサンタさんですね、はい、小賀サンタっていう名前なんですけども、エスパルスドリームレーシングの小賀田さんがいらっしゃるんですけども、その方なんですね、ヘルメット
をかぶっているサンタさんで、今回は今年は女性バージョンにですね、しております。12月の7日、今週の土曜日にうちの鈴木モーターさんのクリスマスパーティーがあるんですけども、そこで着用予定のサンタコスプレですね、その日まではとりあえずこうこのすずもくんに着せようかなと思って、今女性バージョン で金髪のウィッグも買ってですね、ちょっとこう女性感を出すようにして、でポンチョを着てですね、このポンチョもフードが実は猫耳になっているという微妙な、この絶妙な、誰も気づかないかなって思ったんだけど、わかります、この猫耳、実はフードが猫耳になっていたりですね、で結構なミニスカートとこだわっております。結構夜とかここライトを光ってるのでみんなびっくりするみたいですね。でもやっぱりこの鈴野くんはですね、やはりこう男性マネキンがベースで、このマネキンで僕の身長の全く同じなんですよ、体格とかも。だから僕のレーシングスーツ、あのつなぎ、革つなぎって、あれってもう専用設計に使えてるじゃないですか、体。だから絶対他の人と共有できないじゃないですか。でも鈴野くんぴったり入るんですよね、僕のつなぎが。はい。で、まあこの女性コスプレをしていてもなんかこう、あれですよね、女装してる男みたいな感じですよね。はい、こんな感じでですね、ちょっと今店内がクリスマス仕様になっておりますので、ぜひですね見に来ていただければなと思っております。はい、じゃあそんな感じで今日も一日ですね、みんなで頑張っていきたいと思いますので、また今日もよろしくお願いします。